松アット日本一周中3配信を開始しました。松アット日本一周中3道の駅予定、桜等は川又、足立、土湯、福島、国見、龍前にいた低相馬、南相馬、波A ならはすげえ10万差もついてる。へえ、すごいな。ありがとうございます。作れたけど、ここ取れちゃうんで、次行きます。桜で寝ようかな。あ、ここゴミゴミしてて嫌なんだよ。頑張るぜ。はい、やっぱりこの時間になるともう道の駅の中もなんもないね。スリア突できる方いましたら、席者にサインお願いします。コメントもお気軽に。お気軽に。これフワッチで
配信中とかってなんか後ろにさ書けばさ後ろの人ふわっち見るから。ノンさんおメガホイ。あ、おかえり。もう今日はあの道の駅の中はもう全然映せなかった。さゆまるさん、さゆ ID 書くか迷ったよわら。何の ID？ さゆまるさん、のんちゃん、アスタリスク、キャレット、キャレット、アスタリスク。さゆまるさん、ふわっちの爆笑。あ、そうか。みずぽさん、やっぴー。あ、みずぽさん、いらっしゃい。お疲れ。終わったのかな。さゆまるさん、やっぴー。のんさん、さゆまるちゃんのサイン可愛かったね。みずぽさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ポンポン、さゆまるさん、ポンポン、ナイス。みずぽさん、今日は休みみー。あ、今日休みだったんですか。さゆまるさん、のんちゃんの方が可愛いよ。可愛いよ。配信してたのか。タカロックハートさん、初見。初見さん、いらっしゃい。のんさん、わらわらわら。さゆまるさん、初見さん、いらっしゃいわら。いらっしゃい。みずぽさん、買い物行ってた。あ、買い物、あ、行くって言ったか。まもなく右方向。何買ったの？何買ったの？みずぽさん、配信しても過疎すぎてなく。いや、それはあれだよ、最初のうちはそうなんだよ。さゆまるさん、さゆも最初はそうだったよわら。うん、続けていくしかない。さゆまるさん、今も過疎わら。まあ俺もそうだけどさ。ルート500m先、タカロックハートさん、滝米疲れた、指もげそう。ねえ、みずぽさん、開けても変なやつしか来ない。まあそんなもんだよ。さゆまるさん、タカラインしたのにわら。指もげたのか。指もげそうか。さゆまるさん、ふわっちはそんなもんわら。そうよ、そんなもんよ。4年、18年からやってるから。さゆまるさん、高滝、米頼むわら。うん、頼むよ、ほんと、たま。4年やってこれなんだから。みずこちゃん、あれだよ。4年やってこの人数なんだから。ワンちゃんさん、松さん、お疲れ様つ。あ、ワンちゃん、お疲れ様。タカロックハートさん、疲れた。もう疲れたの？まだあの4個目ぐらいしかしてないよ、タカ。そんなんじゃ指はもげない。そんなんじゃ指はもげない。さゆまるさん、早くね、わらわら。そりゃそんなんじゃ指はもげないと。タカロックハートさん、うるせえ。みずぽさん、足フェチの人が5人来て生足配信しろとか言われて怖かった。いや、そんなもんだよ、ね。さゆまるさん、さゆ10時間いるんだぞわらわら。ワンちゃんさん、帯広は37度オーバーになったそうです。え、あれ、天狗さゆまる、魚巻貝さん、訴えるような顔、訴えるような顔。さゆまるさん、さゆも生足とか散々言われたよわらわら。そう、みんな言われんだよ。タカロックハートさん、タカ、ヒップンもいるんだぞ。
上出来だよな、確かにな、うん、ちょっと言葉に詰まったじゃねえかコメントコメント、さゆまるさん、私は開き直って無茶ぶりやっていくわら、うん、水子さん、みんな同じなんだね、そうよ、通る道だから最初は女の子は通る道です、水子さんだけど頑張る、さゆまるさん慣れたよ、もうわら、うん、ゴンタくんさん配信早々すみませんが日曜早終わりで帰ります、お疲れ様です、皆さんではではまたね、あ、ありがとう、さっき相葉みーたんさんベタベタで今下着すぎたわらわら、タカロックハートさん女の子いるの、え、さゆまるさん、ゴンタくん虚なくなるのか不安だけどお疲れ様でした、お疲れ様でした、女の子いるの、まあ、少なくとも3人4人5人ぐらいいるよね、水子さんいじられてなんぼなんだね、さゆまるさん、みーたんいましたに、みーたんになってすっぽんぽんだろどうせこのたんもすっぽんぽんだろ、さゆまるさん、さゆなんかどんだけいじられてると思ってんのわら、そう、相葉みーたんさん下着姿で首に保冷剤つけて座ってるよわらわらなんだか、みずほさん、みずほはおじさんですけどわらわら、さゆまるさん、みーたん抱かせろセミコロンの、はあはあ、はあはあ、みーたんはあれだって、だって俺と同じぐらいかちょっと高いかもしれない、さゆまるさんここにいるだろ、うん、相葉みーたんさん下着じゃなく回しつけないとだわわらどういうこと、回しね、ワンちゃんさん、みーたんは後ろからが好きです、うん、相葉みーたんさん、私の体プニプニよ、さゆまるさん、回し WWW ぶつかり稽古しよう、さゆまるさん、さゆもだよわら、相葉みーたんさん後ろ、みんなで腹ずも、後ろからさゆまるさん、電波また電波か、あ、そうか、相葉みーたんさん後ろ、わらわら、水子さん、今日はネオ化粧品とお洋服買いに行きました、行きました、ルート500m先、化粧品ってどう、相葉みーたんさん稽古しよう、あれなのかな、化粧品って何、あのセットとかで買うわけじゃないのか、女の子ってよくわかんない、化粧品なんて買ったことないから分かんない、右方向です、ね、さゆまるさん、セットセットとかで、あの、なんかあの、まもなく右方向です、さゆまるさん、さゆバラバラだよ全部、あ、そういうもんなのか、水子さん、違います、うーん、バラバラでなくなったら買うみたい、なくなりそうになったら買っとく、買うみたいな、でも同じものを買うんでしょ、違う、さゆまるさん、いやあっても買う、ええー、なるほど、でも同じもの、水子さん、みんな肌の質が違うから、そうだよ、さゆまるさん、いろんな色とか良さそうなのとか、水子さん、買わない買うのかい、さゆは買って水子ちゃんは買わない、よく分かんない、人によるってことなのね、要するに水子さん、毎月新作を購入、そういうもんなんだ、
がに化粧品の買い物を付き合ったことないな。10時間経過。経過。やるね。水子さんいきなりシーンとなった。うん。あ、まだここは。うん、スコップさん今日は何箇所行けましたか。あれ昨日何箇所行ったんだ。はい数えてた人。誰も数えてないんかい。アイバミータンさん休憩したシャワー浴びるトイレ行く今わらわら。いや行け行っとけ。さゆまるさんツレションする。ツレションしてこい。ツレションしてこい。みーたんさん松さん初1本2本3本どういう意味。何それどういう意味。3本も抜けたらなくなるじゃねえかよ。アイバミーたんさんイコイコ、うん、3本も抜けたら髪の毛なくなるんや。もう？もうすでに？さゆまるさん、あー電波。確かに電波はまずいかもしれません。水子さんナイスをしたよう。ありがとうございます。皆さんナイスお願いします。大体がもううさぎ枠しかしてないのにナイス。相葉みーたんさん電波。ありがとう。さゆまるさんは、あ、アイバミータンさん波平なろう。波平だよね。三本も抜かれたらワンちゃんさん押しマークつけてきたわらわらわら。ありがとうございます。さゆまるさんワンちゃんナイスナイス。匿名応援団長さんマッツーありがとうございます。アイバミータンさんソフトクリームわらわら。ソフトクリームもあれついてない人いるねここにね。なんでだろう。10時間も枠にいるのについてない人いるよねこれね。おかしいなこれな。絶対おかしいよな。ありがとうございます。さゆまるさん私松の押しマーク考えてプロフィールに押しマーク書いてたのに松が気づいてくれなかったから。気づいたよ水子さん。松さん、あいや、ちゃんと気づいたよ。さゆまるさん、いや下の方にだって書いてあるやつだろ。ちゃんと見たよ。水子さん今どこ。今さくらっていうとこ行くんだよ。まもなく。まだ。さゆまるさんソフトクリームさゆがつけろ言ったのは忘れてたじゃん。忘れてないよ。
アイバミータンさん、松さんの大島。うん。いや、つけろ、だってこれ左右に言われてつけたんだぞ、これ。何言ってんの書いたからつけれ。はい、わかりました、つけますってつけたの。さゆまるさんは W 忘れてたって言ってたよ、この前。そんなことはないよ。そんなことはないよ。つけれ。ワンちゃんさん、サブも押しマークつけた。ありがとうございます。アイバミータンさん、左向き矢印。うん。みずほさん、みずほのところまであとどのくらい。さゆまるさん、黒いわ。アイバミータンさん、ワンちゃん、わらわら。あとどれ、横浜、どうなんだろう。まだ茨城も終わってないからな。どのぐらいでしょうね。アイバミータンさん、私のユニコーンだったけど左向き矢印だけにしたわら。あ？水子さん、わらわら。さゆまるさん、ソフトクリームもう消したもんくそ。うそ。500m。 真面目に。右方向で。そうじゃねえかよ、それよ。仲良しさんの。さゆまるさん、ほんと。え？さゆまるさん、かなり前に。嘘だ、あれ、そうなの？右方向です。ああ、さゆまるさん、松がプロフィールにさゆの書かないからさゆも消したくそ。え、くそ、え、書いたっけ。押しマークは字が小さくて見えねえよ。やっぱり見るよ。右方向です。さゆまるさん、消して半年はなるよ、わら。全員の消してんのか、これ。ルートを再検索します。あ、間違ったからぐるっと回りたいんだけど、近い。くそくそ。間違っちゃったんだけど、電波大丈夫でしょ。見た時はついてたんだけど。
山道間違えたって言ったから。うん、道間違ったけどまた修正かかった。なんだこの山道。さゆまるさんまだ言ってるわら。豆さんアット道の駅さんポンポンを3個プレゼントしました。豆さん毎度ありがとうございます。さゆまるさんポンポンナイス。タカロックハートさん、小さい頃の夢って何でしたか。答えイコール花屋さん。そうですね。さゆまるさん、さゆの質問箱やないかい、わらわら。そうですね、その通りですよ。駅さん、今は華やかさん、キャレットキャレットアスタリスク。水子さん、だいぶ那覇しがま途切れてる。さゆまるさん、華やか、わら。ねえ、答えイコール都市伝説。はい、都市伝説ね、確かね。さゆまるさん、わらわらわら。すべて答えを言っていくスタイルですね。さゆまるさん、マジで買ったのよ、わら。すごいよね、本当に。はい、各地の廃墟本とかあったら絶対買いそうだよね。本持ってる。マジで持ってんの。すげえな。完璧なマニアじゃない。まもなく左方向です。ここすげえな。このポールが邪魔くせえな。
トさん今思いついた友達7人挙げてみて、答えイコールリア友かけねえだろわら。水子さんリアともかけても誰も知らねえわらわら。次行くところでさゆまるさん確かにわらわら。したからご飯食べてくる。さよなら。もう満足したのか。さゆまるさん松のおしまづけてくれたのワンちゃん初めて。初めてだよ。誰もつけてくんない。さゆまるさん PM。さゆまるさんよかったね。よかったね。水子さんたかさんさよなら。冷たい。チェン500m 先、右方向です。そんな番組もあったね。なおさん、アスタリスクのオメガの。あ、おかえり。起きた。さゆまるさん、ポンポンナイス。起きたか。ワンちゃんさん、もうついてないよ、わらわら。もう外されたよ。もう外されたよ。さゆまるさん、消えてる、わらわらわら。一瞬の出来事だったよ。さゆまるさん悲しみわらわら。悲しみ。水子さんネルトン。俺は今日はもう泣いて寝るよ。今日は俺はもうそれで泣いて寝るよ。いやでも昨日さ、カップ麺食べて思ったんだけどさ、汁物っていいよね。思った。ダイソーあったらちょっとあのお湯沸かすやつ買いたいなと思ったくらい。さゆまるさん汁物は A でな、本当になんかそういうものが売ってそうなところあったら買おうかな。
歌枠になるからね、コメントなかったら。さゆまるさん、定期イベント参加中、無料&有料アイテム応援お願いします。ただいま全国の道の駅を旅してます。リア突できる方いましたら関社にサインお願いします。コメントもお気軽に。気軽に、ありがとうございます。ありそうだけど、あれだな。さゆまるさん、切実炊き込め希望。さゆまるさん、おー夕暮れいいね。うん、そうなのよ。感じのところがないかなと思ってたんだけどさ、ねえな。なかなかないもんですな。あ、ちょっと上がるからいい感じとかあるかな。水ぽさん配信してくるね。松さん、さゆまるちゃん、またね。お疲れさんです。 500m 先左方向です。頑張ってね。ワンちゃんさん、定期突者様へのお願い、国でもコインでも結構です。サインお願いします。やめてください。さゆまるさん、みずほちゃん、ファイトだよ。またね。水ぽさん、はーい。水ぽさん、ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。さゆまるさん、ファンと言ってくれたみずほちゃんでさえソフトクリームつけてくれなかったね、わらわら。本当だね、寂しいね。匿名応援団長さん、通りすがりです。 ありがとうございます。さゆまるさん、ポンポンナイス。ありがとうございます。あやかさん、ポンポンを3個プレゼントしました。あやかちゃん、ありがとうございます。さゆまるさん、ポンポンナイス。あ、よかったら。ね、うん。みずぽさん、推しマークわからなかった。なんかいまいちだね、これね。さゆまるさん、わらわらわら。さゆまるさん、冗談よ、わらわら。冗談よ、そうよ。いまいち、よいしょ。ありがとうございます。いまいち。さゆまるさん、押し付けマークになったら大変わら。本当よな、押し付けマークになってるよな、ほとんど。ひどいこと、ひどい話で外すかなっていう感じで。ソフトクリーム食ってねえしな、ずっと。
しかし半年気づかなかったのにはびっくり。そんなに前から外したんだっけ。そしたら見たのは半年前だっていうことだろう。でも見ないじゃんプロフィールなんてさ。さゆまるさん、いやもっと前かも。さゆまるさん、まあ確かに見ないよ。さゆまるさん、外されるとショックだよね。さゆも外されるもんわら。
火がまず。さゆまるさん、ナスあげるか。ナスあげる、ナスあげんな、あげて。さゆまるさん、おお、今綺麗だった。うん。やけどしないようにあげてください。ルートを再検索します。のんさん、我が家ナスに豚バラ巻いてる最中わら。ルートを再検索します。さゆまるさん、ナスナイスわら。再検索します。ルート 300m 先、右方向です。のんさん、暗くなったね。そうなの、ちょうどいい感じのところがないから。ないけど、まさか墓に登るんじゃ。のんさん、わらわらわら。さゆまるさん、今墓あったから触ら。これはダメだね。これは戻ろう。ところにいますね、わら。そうなのよ。キガちゃんは、難しいもんがあるよね。さゆまるさん、おー綺麗。ルートを再検索します。ワンちゃんさん、そんな道で U ターンしたらエビゾウみたいに埋まりますよ。本当だよな、埋まってんだ。ルートを再検索します。ゲンガーさん、綺麗な景色ですね。まもなく右方向です。あ、すげえ、なんだこれ、神社だ。となりました。夕暮れ配信ですね。そうです。この山が邪魔なんだ。
てる間にブロッコリー茹でたいと思いますわら。はいはい、どうぞ。ルートを再検索します。これが限界ですね、はい、さゆまるさん日暮らし。さゆまるさん違うか。さゆまるさん日暮らしか。さゆまるさん、おー、きれい。のんさん、日暮らし夏やねー。さゆまるさん日暮らし大好き。のんさんきれい。さゆまるさんかなりきれい。田舎のこの感じがやばい。にゃんこ先生さん、まっちゃん、お疲れ様。きれいだねー。さゆまるさん、ポンポンナイス。ポンポンナイス。ののさん、綺麗な夕日ですね。さゆまるさん、ポンポンナイス。いい空だね。
赤く染まっとりますな。さゆまるさん綺麗すぎて録画した録画した。さゆまるさんちょっと黙って笑。はい、さゆまるさん、あ申し訳ない。車が通ったから。よし、ターチーバーナーさんぽい、ありがとうございます。よいしょ、さゆまるさんポンポンナイス、のんさんわらあって言われちゃってごめんよ。さゆまるさんすげーよかった。よいしょ、さゆまるさん日本海よりよかたわら日本海よりよかったのかこれ。よいしょ、さゆまるさん田舎と日暮らしが好きだからさ。はい、よかったよね、泣き声ね。よいしょ、さゆまるさん今日もありがとうございます。ありがとうございます。意外に近く、あの方向性的には近いところに来たから。さゆまるさん、なおちゃんたちにも見せたかった、うん、いや、なおちゃんとか見てんじゃないの。見てないのかな。カレー買いに行ったかなというか谷間。さゆまるさん、なおちゃん寝てそう。マジ寝てんの。カレー買いに行くとかって言ってたんじゃないの。この道さ、さっき通った道だね。結局ぐるっと回ってきただけだ。あの山道を。ただの勘で走っただけだった。さゆまるさん、あまりに感動したからツイッターにあげるわわら。はいはい、どうぞ。日暮らしって涙でそうになるの、さゆだけかな。わらわら。どうだろうな。この田舎ならではのこのあれだよね、夜の鳴き声だよね。心置きなくあれだね、風呂を探す、ね、さゆまるさん、うちの周りはカエル瓦カエル瓦ルート300メートル先、左斜め方向です。ワン
ちゃんさん、さゆ泣いてもいいんだよ、今日だけは、鳥肌。鳥肌。左斜め方向です。鳥肌。さゆまるさん、鳥肌立ってるやん、わらわら。ちびまるもさっきみたいな景色大好きだから見せよっと。うん、まもなく左斜め方向です。さっき通ったのは間違いなく、もう影に隠れてるな。クハートさん、ご飯食べ終わった。次はお風呂に入るよ。さよなら。はい。さゆまるさん、報告わらわら。ありがとうございます。もうほとんどさゆに報告してるような状態だもんな。丸さんなんて。いやいや、なんでだろうね。だって俺にわざわざ言いに来るやつじゃねえからな。運転と飛び出してくる動物に気をつけてください。はい。さゆまるさん、松にだろわら。俺いいかな。さゆまるさん、ピカチュウ。ゲンガーさん、ピカチュウ。タカロックハートさん、安中。水子さん、あー。
カロックハートさんミカチュウ。水子さん、松さんいないの？あ、いるよ。ゲンガーさん、道の駅四つくらや、道の駅ならわに寄ったらぜひ、ポケモンマンホールも見てくださいね。ポケモン。さゆまるさん、ピカチュウスタンプ。あ、ピカチュウスタンプだったんだ。水子さん、いた。よしよし。みずほさん、みずほつまんない。何がつまんないんだ。よいしょ。みずほさん、泣き顔。よいしょ。ピカチュウ、ヤスチュウ、ピカチュウ。腹減った。水子さん、彼氏からの電話がムカつく。なんだそれ。どうしたんだ。ムカつく。仕事の先輩と市民プール行った話を永遠に話された電話。何、気持ちよかったっていう話なの。美味しいですか？美味しいですよ。ワンちゃんさん、ナスの油淋鶏味美味しいよ。油で焼いて、醤油で食べても美味しいですよ。水子さん、空いてる時間があるんだったら水穂に会ってほしかったっていう話だな。さゆまるさん、作り方わからないわら。ルート300m 先、ミサさん、コメント。コメント、ピカチュウ。さゆまるさん、いいね、恋愛だね。アウトルックさん、はじめまして。福岡までは後に3日かかりますか？いや、そんなもんでいかない。さゆまるさん、ピカチュウ。2、3ヶ月かかると思います。2、
3ヶ月はかかんないから。水子さん全然。ミサさんピカチュウわら。さゆまるさん 2.3 日わらわら。3日ではちょっとね、無理だと。ワンちゃんさんポン酢に砂糖と生姜。さゆまるさんさっきからピカチュウ何わら。さゆまるさんあげてからかけるの。ゲンガーさん 2.3 日は高速飛ばすしかないですね。高速は使わないです。はい。メグさんポンポンを3個プレゼントしました。メグさんいらっしゃい。さゆまるさんポンポンナイス。ありがとうございます。みささんポンポンナイス。みずこさん自由すぎて付き合いきれない。まあ自由がいいって言えばいいやな。アウトルックさん水陸両用だったらワンちゃん。ワンちゃんさん、うん、揚げてからでも焼いてからでも後かけ。なるほどね。さゆまるさんありがとう。匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうポンポン。ミサさんポンポンナイス。ありがとうございます。さゆまるさんポンポンナイス。水子さん相手がいなくても生きていけそうな人。ゲンガーさんこういうところに住みたい人生だった。ああ遅くないよ。どうなんだろうな、うん、もう廃墟みたいところをこう借りるとかよくテレビでやってるし。さゆまるさん人生まだまだだよ。廃墟みたいなところをさ借りて住んでる人いるじゃん。もう憧れるよ。ゲンガーさん農家とか最高ですよね。使ってない家あるんだったらね、もったいない。アウトルックさん廃墟リフォーム。さゆまるさん離島に住みたい。離島ね。ゲンガーさんですよね。アウトルックさん事故物件でいいから100円で借りたい。事故物件だったら金取られない。水子さん私もかなり自由人だけど相手がいないと無理な人だから飲みに行ってこよう。ああ飲みすぎないようにね。ゲンガーさん離島か。釣りやりながら暮らしてみたい、うん、ちゃんと醤油とみりんと砂糖買ってやんないと。さゆまるさん将来住もうかなって W 自由に。水子さんはーい、はい、アウトルックさん離島憧れる。ネット環境は必要だけど、うん、逆にネット環境ない方がいいのかもしれないけどな。どうなんだろう。やっぱ寂しいかね。寂しいやな。そりゃ寂しいか。さゆまるさんネット環境いらないわら。うん。まあ一人じゃなかったらな、いらないやな。アウトルックさん人は苦手だけど一人は寂しい。うん。水子さんただ話し相手が欲しいの極度の寂しがり屋なんで。なるほどね。さゆまるさんのんびり自由に気を使わずに行きたいな。だね。ゲンガーさん子供にはネットとかゲームを与えなく自然で遊んでもらいたい。うん。と思うじゃん。なかなかそうもいかないのが世の中なの。さ
ゆまるさん、今の子供はそれ無理なのよ、わら。うん。水子さん、松さん、またね。はい。さゆまるさん、さゆもそう思うけど。まもなく、左斜め方向です。ちょっと待って、これを曲がれっていうの？これ進入禁止じゃん。これダメだ。訳あり賃貸に住みます。ヒロ兄さん、こんばんは。こんばんは。俺、訳あり賃貸に住んでる方が聞いたよ。でも1万取られるからね。ゲンガーさん、確かに。目的地付近です。ルート案内を終了します。さゆまるさん、今の話題にぴったりな人フロア。訳あり賃貸に住みます。ヒロ兄さん、いつも道の駅で車泊してるのかな。ゲンガーさん、お風呂川で
さゆまるさん毎日わら。毎日です。ここ大阪かおい。近くのが大阪になってるぞおい。どうなってんだ。ゲンガーさんすごー。バケあり賃貸に住みます。ヒロ兄さん一日中運転してるの。ありがとうございます。ん？一日中でもないよ。休んだりしてるよ。これなんだこれ。ここは？わけあり賃貸に住みます。近くのヒロ兄さんポンポンを3個プレゼントしました。近くに温泉が数軒ありました。さゆまるさんポンポンナイス。みささんポンポンナイス。うん、 3.5 キロのところなんで。さゆまるさんコメント打ちすぎて指もげてもうないわら。これは、何時からやってますか？ゲンガーさん、僕みたいに酔っ払い配信じゃないから、謝罪は見てられる。ウェーブサイトがあるのか。ウェーブサイトチェック。ゲンガーさん悪いことして指なくしたかと。うん。さゆまるさんつまんなくても昔から炊き込めしてる W つまんない謝罪配信だった時もわらわら。そうですね、ありがとうございます。バケあり賃貸に住みます。ヒロ兄さん沖縄まで行くんですか？はい。ゲンガーさんめっちゃ UWW わら、うん、いや昔からそうだから。ミサさんわらわらわら。昔からその通りなんですよ。さゆまるさんただの帰り道配信わらわら。こういうことよ。日帰りできんのかなこれ。駐車場4台。よし、ここ行こうかな。3.5 キロだからすぐだね。ゲンガーさん、俺も前までは謝罪してたけど、謝罪でコメント拾うのが大変でした。起点を登録します。うん、そうでしょう。そんなもんだよ。でも慣れるから。でも今も拾えてないけどね。さゆまるさんわかるわかるわら。よし、これでここには戻ってこれるから。何時までやってんのかがわからないな。
43度のラドン温泉は非常に。さゆまるさんどこ。ゲンガーさんケツケソるのに、一人じゃ恥ずかしいのでカミソリ買いに茨城県まで買いに配信してました。分けあり賃貸に住みます。ヒロ兄さんピュッピュ。夏目温泉ってとこ。43度のラドン温泉は非常によく温まり、早々にのぼせました。浴槽は狭いので、高温になりがち。さゆまるさん、最終受付7時半。あ、ここ？あ、今もう調べてくれたの？あれ、7時半？あら、ちょっとダメだな。ちょっと難しいもんがある、ね。ゲンガー38度期までやってますね。いや、7時半までに入らないとダメだってことでしょ。さゆまるさん風呂が8時まで。でしょ。うん。焦っていって、もうろくなことないから、ちょっと次の近いところにしてみる。訳あり賃貸に住みます。ヒロ兄さん、銭湯ないのかな？銭湯というのは、なかなかないかもしれない。いや、これも。ああ、これはダメだ。富士の湯はどうだろう。あ、ここもあんまり良くねえな。さゆまるさん道の駅どこ？桜の里。あ、とりあえず最初のところ行ってみるか。目的地を設定しました。よし、こう書いてあるもん。これ交通規制に従って運転してください。まもなく左方向です。の梅ガム美味しい。さゆまるさんないな。うん、今のとこ行ってみるよ。さゆまるさん超わかるわらわら。美味しくて最近絶対に2個は買うようにしてるわら。さゆまるさん味濃いしねわら。ふみの勘でミーナってやつもハマってる。うんうん。
そ、味濃い。でも味なくなるの早い。さゆまるさんわかりみが深いわらわら。さゆまるさんは、ああ、電波か。電波な、弱いわ。あ、入って、またあそこに戻ります。さゆまるさん電波戻った。戻った?ゲンガーさん音声のみにしないとダメだ。うん。ゲンガーさん治った。治った?どちらにしてもこれ時間ギリなんで、着いたら速攻入ってきまーす。さゆまるさん、はーい。はい、ありがとう、今日もみんなありがとうございます。今日も楽しく配信できました。ゲンガーさん、バックスラッシュ、はーい。さよ、ほんと毎日ありがとう。ありがとうございます。さゆまるさん、約12時間頑張りました。ありがとう。本当ありがとうね。ゲンガーさん、ここに来たらさゆまるさんに会えますね。そうなんです。みささん、わらわら。さゆまるさん、みんなに言われる、わらわら。のんさん、楽しい一日だった。ありがとう。ありがとう。こちらこそありがとうございます。ワンちゃんさん、時給もらってわら。ゲンガーさん、今日は4時まで起きてますよね。起きてるわけねえだろ。さゆまるさん、みんな今日も仲良くしてくれてありがとう。ありがとうございます。さゆまるさん、寝るわ、わらわら。寝かしてやれよ、ほんとに。さゆまるさん、ほんとよね。のんさん、ありがとう。ありがとう。のんさん、本当にいつもありがとうございます。よいしょ。さゆまるさん、ありがとう。ありがとうございます。スコップさん、どこで寝るの?さっきのところ。さゆまるさん、なお、27日、28日は不在になりますわら。はい。ゲンガーさん、昨日そんなこと言って申し訳ない、記憶になくて。うん。うん。ゲンガーさん不在。みんなに嫌われてる、タカロックハートさん初見。初見さん、いらっしゃい。誰か嫌われたのか?誰かに嫌われたのか?うん?さゆまるさん、嫌われてないだろ。ねえ、全然嫌われてないだろ。さゆまるさん、ソワラ。テント 500m 先、右方向です。少なくとも俺とさゆは嫌ってないからな。あ、いつでも来いよ。テント 300m 先、右方向です。よいしょ、わらしょ、どっこいしょ。さゆまるさん、弟だから大好きよ。まもなく右方向です。やかしらのこなせのてててだでや。よし。危ねえな。
カラスの行水で上がってくるわ。それも超一車線。さゆまるさん、ちょうどパスタができそう。オッケー。ゲンガーさん、動物が飛び出してきそうな道だ。ここは出てこないわ、これ。これだけ左側崖だと。ゲンガーさん、ごちそうさまです。ごちそうさまです。目的地付近です。ルート案内を終了します。ギャンブルトレーダーさん、心霊配信来た。来てない。行き過ぎたから戻って。終わりまーす。さゆまるさん、鼻くそ入れるね、わら。うん。さゆまるさん、お疲れ様。疲れ、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ゲンガーさん、お疲れ様。疲れ様。ゲンガーさん、鼻くそ。鼻くそ。くそ。ミサさん、お疲れ様です、うん。アスタリスク、バックコート。はーい。のんさん、お疲れ様。お疲れ様。あったあった、これだ。よし。ボケてる、たっちゃん。さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうね。さゆまるさん、ダッシュでだね。うん。